人類を脅かす人食い巨人の正体は人間であり、我々と同じ祖先を持つ民族ユミルの民だった。我々の王は100年前にこの壁を築き、巨人の力で民衆の記憶を改ざんし、壁の外の人類は滅亡したと思い込ませた。だが人類は滅んでなどおらず、我々ユミルの民をこう呼んでいる。悪魔の民族と。近い将来、敵はこの土地の資源獲得を口実に侵攻を開始する。それが5年前から始まった超大型巨人らの襲撃であると。もう記事は出た後ですが、一連の話の信憑性は。少なくとも我々がずっと抱いていた疑問とは辻褄が合ってる。そりゃ信じたくないですよ、そんな話。どうも。それで町の反応は？様々です。そのまま受け取るもの、笑い飛ばすもの、いまだ平成権に異を唱え陰謀論を結びつけ吹聴するもの、あなた方が危惧した通りの混乱状態です。ああ、でも仕方ないよ。調査報告が我々の飯代だ。情報は納税者に委ねられる。そこが前の王様よりイケてるところさ。あなた方を誇りに思います。え？同じ壁に生きる者として、または働く者として。どうも。ああ、今度は調査兵団を担いで記事を書くといい。私たちはこれからどうなります？私たちが巨人を恐れ憎み、どうかこの世から消えてなくなれと願ったのと同じように、世界中の人々が我々を人ではなく有害な化け物とみなした。その結果、あの地獄が繰り返されるのだとしたら、我々が死滅するまで地獄は終わらない。